じゃあちょっと待ってくださいね。私は、まあ、野球やってきたんですけど、あまり始球式とかではね、見せたことがあると思うんですけど、始球式以外のやってるところを見てもらったことがそういえばなかったなというふうに思って、ちょっと恥ずかしいんですけれども、なんか親の目線というか、ちょっと娘を見てる感覚で見てもらったら嬉しいですね。楽しみ。はい、じゃあちょっと早速見ていきます。それでは映像スタート。今日はすごいママ感出てる、本当にママみ、最近ママになって、私に背番号77というプレゼントしてくださったので、感謝の気持ちを込めて皆さんに野球やっている私の姿をお届けしたいなと思います。じゃあレナ。はい。はじめまして、今は NGT48 で活動してるんですけど、6年前はここで一緒に5期生として BP ガールズに参加させていただいていました、本日は全力で頑張るのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか新鮮だね。こんなレナポンあんま見ないから。そうだね、あんま見られない。新潟県で小学4年生から小学6年生の中で野球、女子野球をやっている子たちの選抜チームです。私もそこに、すごいね、オーディションがあるんですよね。選抜チームとして入らせてもらっていました。16人しか選ばれない。女子だけで野球をやったのも初めてだったし、恥ずかしい。すごい、結果は全国で2位だったんですけど、すごい貴重な体験をさせてもらったなと思いました。変わらないね。これ小6ですね。おはようございます。おはようございます。久しぶり。久しぶり。ありがとうございます。久しぶりや。お願いします。77位。あ、そうなんですね。すごいね。これ実際小学校の時にお世話になった監督とコーチの皆さん。久しぶりに。緊張して無理。なんだよ。緊張なんかしないの、こんなとこで。いや、めちゃ緊張しますよ。ステージの方が緊張するじゃない。野球をやるのに緊張する。野球をやるのに緊張する。そういうこと、そういうこと。かわいい。やだ。あれ、6年前だからな。6年前ですよね。でも大きくなるわけだよな。でかくなりましたよね。大きくなった。ちっちゃかったもん。で、ホスね、また出して。あの一番前の赤い子ですね。赤いメガネ。赤いメガネ。メガネ。そう、メガネだったの。本日は一日野球少女に戻るのでよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。頑張ってください。はい、頑張りましょう。前が紛れてるわ。ちょっと青春ですね。私のグローブはどこに行った？ありがとうございます。穴が開いてる。え？やろ。ママやりじゃねえか。そうなんですよ。中学の時に作りました。グローブは？この時のグローブ？はい、中学の。まだ持ってるの？持ってます。はい、頑張ってね。誰と？はい、駆け足。あ、お願いします。なんかね、キャッチボールしようって言ってくれた子が、うん、私の5期生の時のエースピッチャーの妹の子で、そう、中学の時も何かの縁だなって、そこで試合してしたこともあって、ね、約3年ぶりにそのグラウンドにまた立てると思ってなかったので、すごい懐かしい気持ちと、なんかなんだろう、野球をやっていた当時に戻った感覚で、すごく楽しくてワクワクしました。なんかボールがすごく小さく感じました。あの当時はボール握るのにも必死だったのに、もうこんなちっちゃく感じるんだと思って、ちょっとそこに驚きました。えい、いきまーす。もう普通に野球やってきましたからね。ナイスボール。
ダッシュ、なんか不思議な感じ、そうだよね、まあ見ないよね。ノック行こうか。はい、ちょっとみんなユニフォーム綺麗だからね、はい、このままじゃ返さないよ今日。はい、はい、また、はい、はい、はい、さあ、うわすいません、あ、ごめんなさいごめんなさい、はい、あ、ごめんなさい、久しぶりだったのね、全然できなかった、3年ぶりでもその中野さんっていう方が打っていただいたんですけど、中野さんに打ってもらうのは本当丸6年ぶりで、あ、懐かしいなって思いました。上手、うん、全員女子っていうのもね、あんま見ることがないから、ごめんなさい、ポロポロしちゃう、本当にバネついてます。ちゃんと教えてくれるんです。この方も6年前に受けてもらってたコーチで、ずっと今も似合うな、やっぱ、はい、おーって言ってくれるのね。私結構バッティングと守備だったら守備の方が得意だったので、なんとなく感覚がだんだんやっていくうちに戻って、うん、楽しくて仕方がなかったです。ハロー、さあ、ストカン、シャッター、リレーチームに入るときは静かな人だったので、なんか恋っていうのも恥ずかしくて言えなくて、お願いしますっていうのが恥ずかしくて、その監督とかコーチってとにかく声を大きくしないとボールを打ってくれなくて、当時から私すごく声が小さくて、もう何度も言っても打ってくれなくて泣いたのを思い出しましたね。あいちゃいさん、厳しいね、ごめんなさい早急は本当にごめんなさい、はい、ストーゲッツー、ごめんなさい野球やれることが一番嬉しかったのと、なんか汚れることが好きだったので、なんか汚れる嬉しいみたいな、すごいノックができる幸せと汚れる幸せとグラウンドに立てる幸せの3つがありました。おぉ、エチェンさん、汚れた、汚れました、はい、新しいことに挑戦したいって気持ちがその時大きくて、新潟にアイドルグループができるっていうのを聞いて、ちょっと挑戦してみたいなっていうのがきっかけでした。大きくなったね。そうですね、やっぱりアイドルをまあ3、4年やらせていただいたんですけど、私はその人生の中で半分はもう野球で過ごしてきたので、その私の人生の半分を皆さんには見てほしいなって、なんかもう私の生き様を見てほしかったですね、単純に。なんか本当にアイドルっぽくないアイドルが私だと思っているので、なんかこんなアイドルだけど本当に総選挙をランクインするまで応援してくれてありがとうという気持ちを込めて見てほしいなって思いました。はい、めっちゃ雨降ったんです。すごい雨、ね、やばー、降ったね、すごいね、めっちゃ本当にだいぶ降った、ね、なんかここだけだったんだって降ってたの、
やるの？それやるよね。野球部ならわかると思う。ごめんなさい。あーいいな、なんかこういうのいいね。うわー危ない。いやいいなこういうの。怖い。わー。イエーイ。長谷川行くか。よし。マジ？行っちゃいました。雨が。めっちゃリプレイあるじゃん。スロー再生もまだあんの、ま、そんなにスロー。すごい顔にもバーンだね。そう顔にめっちゃ入ってやばかった。青春だ青春。まだうわあらゆる角度からめっちゃドラゴン。もっと強くなっちゃいましたね。イエーイ。素敵素敵。わあ。この後続々とみんなもヘッドスライディングし始めちゃって。おお。一緒にやってもらった先輩から一言挨拶をしていただこうかなと思いますが、いいですか？頑張ります。はい、じゃあお願いします。はい、今日は一日、まあ、短かったかもしれないんですけど、一緒に野球やってくださってありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当に私も久しぶりに3年ぶりに野球を一緒に女の子たちとやって本当に楽しかったので、皆さんにはね、合宿が始まったばっかりでまだなんだろう、仲良くないというか、あんまりね話したことがない子がたくさんいると思うけど、この合宿期間中にみんなとの距離を縮めて、大会の時にみんなでたくさん声を出して優勝をめがけて頑張ってほしいなと思うので、ぜひ優勝旗を新潟県に持って帰ってきてください。全国1位の女子になってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。かわいい、素敵な先輩やなったね。でも一人ありがとうございました。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 はい、せーので、イエーイ。どうもありがとうございました。はい、チーム長谷川最高の皆さん、今年の AKB48 世界選抜総選挙で私に第77位という背番号をプレゼントしてくださり本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって半日ですが野球少女に戻れて、いつも始球式で投げる場面しか見てもらえなかったんですけど、また改めて違うね、私野球やってる私を見ていただけたんじゃないかなと思うので、これからは皆さん応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、終わりました。まあね、ゆかちゃんと違って本当青春っていう映像になってしまったんですけど、そう、見ての通り女子野球の BB ガールズさんにお邪魔させていただいて、まあね、3年もやんなかったらこんなにも下手くそになるんだってぐらいもう本当に暴投しまくりだったんですけど、すごい野球をこうやってやる機会をいただけたのも本当に皆さんが投票してランクインできたからだと思っているので、すごい私も
なんだろう、アイドルになっても野球ができてる楽しさが改めてすごいいい人生を歩んできたなというふうに思ったので、すごい今回やれてすごく嬉しかったです。あとそうですね、後半に雨が降ってきちゃいましてすごい雨だったね。そう、天気予報は本当に晴れる予定だったんだけど、途中から雷も鳴り始めちゃうぐらい大雨で、でもここでやめるわけにはっていうことで、まあ、野球部の方しますよね、雨降ったら、ねえ、ヘッドスライディングして練習終わらないみたいな、なんか分かんない、ちょっと無駄な練習をしちゃうのが野球部の癖でそう、なんかね、その私がお邪魔した日が、BB ガールズって毎年なんだろう、選抜チームで合宿があるんですけど、合宿1日目だったんですね。でやっぱりその私が BB ガールズの時はすごいなんだろう、シャイで全然話さなくて、なんか馴染めないまま BB ガールズを終えてしまって、すごい後悔をしてしまったことを思い出しまして、すごい私と同じ思いをしてほしくないなと思い、そのヘッドスライディングでどんどん なんだろう、絆とか深めて、本当になんだろう、そのミーミーガーズって1ヶ月ぐらいしか一緒にできないんですよ、野球同じ人と、絶対多分二度とやることがない子たちとやる機会なので、後悔してほしくないなと思い、まあアイドルだけどヘッドスライディングしてドロンコになっちゃいましたね。そうだけど実際それで仲が深まって、その後多分恒例行事のカレーライスをカレーライスをね、みんなで作ってお泊まりしたと思うんですけど、すごいBB ガールズになれてすごい良かったなって思うし、まあ OG って形だったんですけど、女の子と野球をできてすごく幸せでした。実際みんな女の子が野球やってる姿見たことありました？あんまないですよね。はい、だんだん女の子の人口が減っていってしまっていて、すごい私もすごく悲しいので、まあアイドルやりつつなんですけど、女の子、女子野球の子はこの人口を増やせるように、私もアイドルをしつつ頑張っていきたいと思います。